キンプル通常会最後の放送長瀬めちゃめちゃおもろいっすね僕ら5人平野感謝しかない。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。日本テレビキングプリンスル。 土曜5130の通常放送最終回が13日放送されキンプルデミー賞としてこれまでのなシーンや未公開シーンなどを振り返った。難易度の高いアクションのチャレンジ企画を成功させるなど驚異的な運動神経を見せた平野志洋が最優秀身体能力賞。料理コーナーで数々の天然発言を残した長瀬角が最優秀料理音痴賞。 勝負の企画で3位にランクインすることが多かった高橋山が最優秀万年3位賞。優しい一面で陰ながらメンバーを支えていた神宮寺優太が最優秀メンバー思い賞。料理コーナーでおかしな英語をくし笑わせた岸優太が最優秀トンチキ英語賞として表彰された。番組を振り返り、永瀬は、 本当に個性が出てて、めちゃめちゃおもろいっすね。僕ら5人って、とコメント。高橋は、スタッフさんって、そんなとこまで見ててくれたんだなっていうことが多かったっすね。平野は、何より、キンプル、で、メンバー間の中が前よりも結構良くなったんじゃないかなっていうのがあって、感謝しかない、と振り返った。神宮寺はいろんな人に見られてるんだなと思いました、と話した。 キングピンスは昨年11月、平野、騎士、神宮寺が5月に脱退し、ジャニーズ事務所を退除することを発表。5月22日で5人での活動を終了し、長瀬、高橋の2人となる。同番組は20日午後7時56分に最終回ゴールデンスペシャルとして2時間の特番を放送。次回予告では、1泊2日の旅行を楽しむ様子や、 5人だけの花火大会を開催する場面が映し出された。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。